1974年の阪急ブレーブスでは、1974年の阪急ブレーブスの動向をまとめる。この年の阪急ブレーブスは、上田理事監督の1年目のシーズンである。1963年の就任以来11年間で5ドリーグ優勝した西本幸男前監督の優退を受け、上田新監督がこの年から就任。前期ではこの年から、 ローテーション入りの竹村和義をはじめ、山田久志や戸田義則など投手陣の活躍、長池徳志や加藤秀治といった、打撃陣の活躍で前年果たせなかった前期優勝を達成。後期も制して、完全優勝を目論んだものの開幕ダッシュに失敗し、開幕後は最下位に転落。8月以降は盛り返したもののロッテを捉えることが、できず3位で終了。プレーオフでは、 金田正一監督率いるロッテとの対決となり、下馬表では半球有利を予想された。しかし地元の西宮球場で勝てず敵地で巻き返しを、はかるも、うて中止で、第三戦が延期。これが影響したのか、1日延びた第三戦は、ロッテ投手陣の前に打線が封じられて、屈辱の三連敗を喫し、1972年、以来2年ぶりの日本シリーズ進出はならず、 上田監督の1年目は2位で終わった。この年からユニフォームがマイナーチェンジされ、ズボンのラインがラッパ型となった。優勝はプレーオフで決定。2位以下はプレーオフの結果に関係なく勝率順で決定。ありがとうございます。